はい、どうも皆さん、こんにちは、もとです。皆さん、体力です。お疲れ様でした。急やねーな。どうやったかな、みんな。いや、だって今の時期、まあちょっとね、そうかそうか、投稿するの遅いけど。そうね、新学期始まったら結構序盤に体力テストある。こめちゃんどんなんやった？俺はまあ、足めっちゃ遅かったよ。でも 50m 走、自己最速で 7.4 とか。それ男子何点ぐらいな？8点とか。めっちゃ遅いよ、5点とか。え？レベル高くないそれ。でもマジ本当にそのぐらい。5点とかない。他は得意やった？他は握力も。ああ、握力ね、握力確かに。以外は多分得意やった方かな。懐かしいな。代表で言ったらやっぱシャトルランで、シャトルランは多分記憶にあるっちゃったらもう本当10点しか取ってなかった。10点ってことは125回以上か。クソやけん。まあやけど、それまでの年齢は違ったよって。10点はずっと取れず。すごいな。はい。一応ね、長距離自信。すごいな。今はマジで。で、それの上限って皆さん知ってますかと。知らんよな。音源の上限。音源の上限あるよね、これ。面白いな、何回。247回なんですよね。なんで250じゃないぞ。確かに。切り悪すぎん。247回。いや、もうちゃんとデータがあるやろうね。 それが、247回がもう本当にマックスの記録。それを、まあ、走りで越すことは 100% 無理だと。無理、いや、まあもうどんだけ体力ある人でも無理やろ、多分。成功した人おったらちょっと気にならん。調べてみたい。ねえ、ちょっとで見てみよう。で、走りで越すことはできませんと。けど僕はバスケットをやってます。バスケットボールなら越せるのではないかということで、それとバスケットをかけて企画を考えてきました。目指せ247回シャトルシュートチャレンジ。ルールとしてはシャトルランのリズム音源を調べてそれを流します。そのリズムに合わせて僕が、ゴールした、フリースローとかだったら多分全然クリアできない。125も怪しいんで、それはなんで、ゴール下でチャレンジをやってみて、ゴール下を決めたら1回、外したらリバウンドあり。リバウンドけども自分で取って自分でボール回収して音源になるまでに決め終わるね。終わる、はい、決め終える、はい、それで247回を目指してみようという回です。じゃとりあえずやろう。みんなもね、125いかん人はね、ちょ、バスケでいいですかってから10点取る。確かに。ちょっとゴール下の前にアップがてら3ポイントでシャトルランチャレンジしてみます。 OK。 じゃあ、まあ、場所はどこでもいいけど3ポイントで、まあ、自分でリバウンド取って OK です、うん、いくよ。エキシビションマッチ3ポイントシャトルランチャレンジスタート。やばいよ。やばい。やばい。オッケー。お、すごい、すごい。オッケー、入った。やばい、やばい、やばい。あ、目指せ247回シャトルシュートチャレンジ。ゴール下。スタートです。5秒前3、2、1、スタート。はい、まあ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 、1はね、こっちの方が入るもんな。1、まあまあまあ、ここはね、普通のシャトルランでもまだ。え、今打つの早かった？いや、全然。ちょっと焦るやつね。これって次までに決めればいい。うん。あ、じゃあ2回回るってことか。そうだ。だけどさ、これの後も言ったらいけれるよ。いや、もう鳴り終わるまでよ。次の回数までとかじゃない。そうそうそう。ルナやったら次までいける。いや、そこはなしにしよう。はい、まあ7本クリアやね。8本目。
この音ってちょっと速くなるんけ、ディリリンディン、ちょっと速くなった。さあ、ペースアップしました。順調ですね。腕が体この距離さあ80回行きました。いいペース。いいよ、ナイスラン、ナイスラン、ナイスランよ。ペースアップ。なんとか100突破。危ねえ、マジで今の危ないね。あ、やった、やばい、危ない。冷静に冷静に。やばい、この記録走りやったらすごいよ。
あと100回ぐらい。みんな今日も動画見てくれてありがとう。おすすめの動画もよかったら見ていって。年内目標10万人に向かってみんなの一人一人の協力が必要です。一緒に達成しようぜ。